ね、サッカーに関しても素晴らしい考えを持っている監督なので、ただ、山口さんの良さを出させない、逆に自分たちが良さを出せるようにしっかりと前向きにサッカーしたいと思います。いきましょう。よし、3連戦の初戦、今日勝って勢いつけて帰りましょう。よし、いくぞ。よし、最後はみんなで、ね、チーム力が覚えとこう、ゾッ、よし、最高、最高。そして沼田がいます、はい、中央です。ショートコーナーから角度つけて入れてきた、川野、山口先生、セットプレーでした。立ち上がりですね、コーナーからこの短いところ、ボールの近くに2人作って、ここうまくシンプルに回り込んだところ、まあ大外とは言わないですけど、やはりうまく川野選手が山形のこう守備の選手たちの背後に回り込んでね、まあドンピシャのタイミングで飛んでるわけじゃないですけど、しっかりとこうボールを待って待って、でこれぐらい空中で待つとゴールキーパー、その長谷川選手の重心もねボールに寄ってきますから、あえてその、ここ囲い込みに行く山口です。切り替え、奪う、そして池上来た、高い位置で奪ってのショートカウンター、違う、ね、キーパー含めてのビルドアップで相手陣内に入って、はい、なのでこれだけ人数がいるわけですよね。前に残っているヘナンです。かわしに行きます。ボールを脱出させてシュート狙ってきました。前です。またヘナン。
右足、五十嵐です。小林につけようとしたところで山形奪いました。横のくさびで南へ、田中浮かせてきた、後藤か、田中のスルーパス見せましたね、はい、山口は前の3人プラスインサイドハーフ2枚だから5人が前から来ますので、それを一気にまあ裏返したようなパスでしたね。小林カットインあります。中に入ってきて平南、そして沼田にはマーマークをつけています。ニアの沼田、自由に動くって感じですね、はい、そこに対して山形はボランチ2人がカットイン、五十嵐へ切り返した、五十嵐もう一度か、五十嵐選手また抜きましたかね。ここから狭いとこクックッ、あ、逆取りましたね、うまくね、はい、西村をかわしてでした。トン、トン、いや、うまい、またでした。いや、ただここもゴールキーパー長谷川選手のね、高木崩しに行きます、五十嵐へ、五十嵐狙った、これで押し込んでから矢島、距離変えて吉岡、中入ってきます、折り返してきた、矢島石川へ早めに入れて、ニアカていきたいと思います。はい、ありがとうございました。